はい、皆さんこんばんは、ワドです。2018年2月の7日、22時46分です。よろしくお願いします。おはようございます。なんかね、昨日のスパーリングの時、スパーリングじゃないや、ジム通った時にはね、左手痛くなかったんだけど、家に帰ってきたから急になんか左手が痛くなってさ、すげえなんかもう寝れなくて、左手が取れました。はい、今くっつけてます。ちょっとね、しばらくジム行けないかもしんない。左手今本当は取れてるのね、これ、ポロって。で、のんちゃんがくっつけてくれて、今ちょっとね、取れちゃってるから見せらんないんだけど、今ここで固定してます。すげえ痛いんだよね。はい、皆さんこんばんは。何なんだろう、なんで壊れたんだろうな。いや、大げさじゃなくて本当に取れちゃったんだよ、寝てる時に。痛いなと思って、昨日の夜の放送さ、痛い痛いって言ってたんだけど、ポロって取れて、で、のんちゃんが「和道さん取れちゃったよ」って。左手くっつけておくねって。いやー、すげえ痛い、ここの付け根の部分、ここが痛くて、なんでなんだろう。急激にね、なんかひねったような、なんかなんつうんだ、むち打ちっていうのかな。ちょっとね、左が使えないですね。フックかな、なんだろう、サンドバッグの時にぐねったような気はしたんだけど、大丈夫だなと思って打ち続けたんだけどね、アドレナリン切れるとダメなんだね。いや、取れちゃったんだよ。今くっつけてるけど。本当に取れちゃった。いや、大丈夫大丈夫。のんちゃんがつばつけてくっつけてくれたから。大丈夫大丈夫。捻挫だろうね、捻挫。まあ、2、3日して多分大丈夫だと思うけど、一応ね、骨は触ったけどね、骨はね、折れてはいないと思うんだよね。オナニーは右手。オナニーは右手。いや、しょうがないでしょ。これ、とてもじゃないけど、悪化するもん、ジム行ったら。まあね、右手で別にトレーニングすりゃいいかもしれないけど、迷惑かかるから、練習で。なんだろうな、パリングされた時に、打ち払われた時かな。どうなんだろう。ちょっと痛いっすね。残念ですが。メインに見てもらった方がいい。ブラックジャックがいたらな、こんな時にな。すぐくっつけてくれんのにな。ただの捻挫かな。いや、取れたんだよ。取れたの。ポロって。怪我はつきものですな、スポーツは。じゃあ、KP しようか。あんたたち行くわよ。エビ。よくあることなんだ。なんか手首が細すぎるんだよね、ちょっとね。手首、子供の頃から異常に細いの。リストが弱いのかもしんないね。リストが弱いのかもしんない。リストって鍛えることできんのかな。だけどね、そう、骨太いのに手首細いの。骨は太いんだよ。でも手首結構細めなんだよね。つくんだよね、ぴったり。人差し指つかないけど中指つくんだよね、手首は。あ、ドッポを見た。あれ多分新宿だよね。歌舞伎町で腕切られたからね。あのね、なんかずっとタバコ吸ってるね、やぶ医者ね。あの人、歌舞伎にいんのかな。よくあることなんだ。
いやー、痛い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 腱鞘炎っていうか、多分ね、ひねった感じ、なんて言うんだろう、なんだろう、捻挫、捻挫っぽいね、捻挫、俺の感覚だと。多分ひねっちゃった、ぐねったっていうのかな、多分なんだけど、サンドバッグ打つ時にこうぐねる時があるの、ミート、そう、ジャストミートしない時にこうグッてカクンっていっちゃう時があるの、いや巻き込んじゃったりとかして、パンチの打ち方がまだ綺麗じゃないんだと思う、下手なんだと思う。一応バンテージ巻いてんだけどね。タバコは持てるね。そのなんつうんだろう、角度がね、そのあ痛い痛い、これで痛い、こう痛い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 、で、あ、これは大丈夫だね、これは大丈夫、今バンテージあれ巻いてるから、これも縦も大丈夫だね、比較的。こうひね、痛い痛い、こうひね、痛い痛い、こうね、こう行くと痛い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 、そうそうそう、パンチの時にね、こうひねっちゃったんだと思う、多分捻挫。はい、どうもどうも。そうそうそう、一直線ね、綺麗なのはこう、なんつうんだろう、 ここの2つ、まあ一番いいのはここなんだけど、まあこの2つでもいいんだよね。ここでドーンってこう、拳もでかくなってきたね、このギザギザの部分がね、ちょっと出来上がってきたね。なんだ、空手家は潰れるんだけど、ボクサーは太くなるんだよね。ちょっとでかくなったよね、拳。握力は結構ある方かもしれない。握力は結構ある方かもしれない。40ちょいあると思うから、あのクラスの中でもね、そんなに握力低い方じゃなかった。でもね、背の低いあの人がいたの。軽量級早いね。びっくりした。あのね、軽量級でやってる人、通ってる人、すごいわ。パンチのスピードが速い。パンチのスピードが速いわ、最近かそり方やばくない？そう？別にあんま気になんないけど。そうだね、試合の時にベストコンディションだったらまあ問題ないかんね。ああ、まあ肺気腫のリスクはかなり上がるだろうね、タバコは。しょうがないよそれは。最近かそってないよね、俺ね。最近かそってないよ。結構閲覧多い方だと思うけど。閲覧伸びてきてるよ。はい、こんばんは。はい、ワードツー。最近いい感じだよ。みんなこんばんは。最近夜型になってきちゃってんな、あんまり良くないな。あー、大会前はピッチ落とすんだ。どうなんだろうな、まだその試合の1回しか経験がないからな。前回は後半ね、怪我しまくって良くなかったかんな。まあ一言で言うと、ドレさんにぶっ壊されたんだけど、ヒカル君と俺はドレさんにぶっ壊されたかんね。うん、試合前に何やってんだって、さすがに怒ってたもんね、リスナーさんが。さすがにやりすぎだろうっつって、試合2週間前にぶっ壊されたから、
疲労が溜まってる状態で試合したらあかん。あのね、でも難しいんだよ。まだ体調ができてないからなのか、あのね、体は休むとパンチ力とか筋肉痛とかなくて、インパクトのあるパンチが打てるのはやっぱ 2,3 日空いた日、要は筋肉痛がなくて通う日はすっごい調子いいので、でもね、体力は落ちるんだよね。プロの人と練習してますよ、はい、元プロとか、あと原田さんって言ってマッハ道場のあの内弟子の方とも教えてもらったりとかで、俺の場合はね、あのボクシングのね、あのプロでやってた人とか、キックボクシングのプロとか総合のプロとか、元プロの人もいるね。元プロの人が多いかな、うん、そういう感じ。だから教わってるのは元プロの人。すごいよプロのパンチは、もう芸術的。特にね、俺はボクサーがやっぱり好きだから、キックの人とのパンチの打ち方とボクサーの人のパンチの仕方全然違うの。マッハさん生で見たよ、うん、ツイッターにアップしてるよ。マッハさん、あの原田さんのところに、原田さん、マッハ道場の原田さんっていう人に教わりに行った時に、あのマッハさんと会ったよ。写真上げてるよツイッターに。すごいオーラあったよ、見る。すげえかっこよかったけど、マッハさん。まあ俺からしたらもうスーパースターだからな、憧れの選手だからな、マッハさんは。子供の頃憧れてた選手だから、マッハさん、うん、生でめちゃめちゃ腕、身長俺と変わんないぐらいなのにさ、腕がめちゃめちゃ太いのよ。体もでかいし、すごいね、スーパースターでしょ。超かっこよかったわ。少し疲れが残ってるぐらいがいいんだ。少し疲れが残ってるぐらい。左手はね、取れちゃった、あの手首から先が取れちゃった昨日。今くっつけてるところ。プロの人はもう何もかも全部違うと思った方がいい。あのね、素人目で見てわかる。もうそのサンドバッグ叩いてるところ、ミット打ってるところ、フォーム、もうね、やってる人がすぐわかる。綺麗なの、動きが。なんていうの、これドルさんから教わったことなんだけど、なんつうの、人体生理学っていうか、ダンサーとかそのボクサーとかその表現をする人、要はシャドーボクシング打ってても綺麗なんだって。その理にかなった動きは芸術的なんだって。だからなんつうんだろう、シャドーボクシングやってても、あ、全然違うわってなるよ、うん、あ、それは知らない。動きが綺麗なの、なんつうの、滑らかっていうかね、芸術的な動きするんだよね。踊ってるみたいに見えんので、キックボクサーの人もそうだね。そのあれだよ、熟成っていうか、その通ってる人もやっぱ全然レベルが違うよ。そう、理にかなってるから、なんかね、そのブレるんだよ、中心軸が。このまっすぐ引かないといけないのがブレるの、素人って。こうなんか猫背になったり、こうなんて汚いじゃんこのパンチって。それがこうスッと、こうスッと、こう綺麗だったりねするんだよね。フックもなんつうの、綺麗な。そう、無駄を省いた究極の最先端を通ってくるから、そう、一個のジャブ一個とかでも分かるよ、全然違う。あとコンビネーションがとにかく早いね、素人とプロの人の差っていうのは。その素人の人って、その一発一発を重たく打つところから始めるから、バンバンバンってとか、タンタンタンとかなの、リズム感がないんだけど、その例えばその先生とかだと、タタタンタタタンとか、タタンタンタタタンとか音でわかる。パパン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 パパパンパンみたいな、うん、俺結構ね、肩に収まりまくるっつうか、肩を結構重視するタイプだよ。ティッシュある？うん、俺結構基礎大事にするタイプだね。ボクシングのパンチ、ムチみたいにしなりやすいっていうのは、
あの人による、人による、人による、あのそのそれなんつうの、パンチにも種類があって、ドーンってこう芯に響くパンチ打つ人もいれば、重たいパンチっていうのかな、あのね、パンチってみんな、パンチ力って押す力っていうのと、当たった時のこっち側の衝撃波っていう2つがあるので、普通の素人っていうのは押す力、そのパンチングマシンみたいに押す力を計算しちゃうのよ。でもそれだと大振りになっちゃうじゃん。だけどプロのボクサーっていうのは、その一瞬の点でパンってこう、なんつうの、衝撃波を狙うのね。そうだから難しいんだよ、押すのと打ち放つっていうかね、そのなんつうんだろう、あのよく言われてんのが、素人は押しちゃうの、サンドバッグをドンって、だからグランって向こう側に行くの分かる、これってダメなパンチよ。でもプロの人とかやってる人のパンチっていうのは、サンドバッグがストレート打ってんのに縦にドンって上がるの。これなんでかっていうと、点で打つから。要は自分の伸びきった最大のインパクトが最先端でパンって当たるとドンって上がるの。下半身ですね、下半身ですね、本当に。そう、31号さんの言う通り、下半身がもうすべて。はい、解放お疲れ、こんばんは。サンドバッグはね、グラグラ揺れないんだよね。なんで上がるの？将棋、うん、点で捉えてるから。まっすぐ押すとこっち側に力がかかるから、グラーンっていくでしょ。こう打った時にこういくじゃん。だけどその点で捉えると、その芯に当てるから縦に浮くの。これはね、なんで上がるのかっていう、ちょっとなぜか説明できないんだけど、面なんつうの、線で押す感じじゃなくて点で打てって教わってんの。これなんで上がるんだろうね、不思議なんだけど、本当に上がるんだよ、本当に上がるの。これなんでなのかはよくわかんない、何なんだろうね。鐘を打ってるように響く。で、そのなんだろう、腫れるパンチって効かないんだけど、スピーディーでこうパンパンってこう意識をこうカッカッて星が飛ぶようなパンチを打つ人もいれば、ドシンって重たいパンチを打つ人もいるから、これパンチの質っていう問題なんだけど、俺はどちらかっていうと重いパンチを打つタイプなのね。パンチ力ある方なんだって。だからその効くパンチっていうのかな、残るパンチっていうのかな、ダメージがっていうタイプらしいよ俺は。それはね、もう天性のものなんだって。プロのパンチ力、パンチ力はもちろん違うんだけど、あんまりそこじゃないかもしんない。そう、どちらかっていうと、そのパンチが当たるか当たらないかが重要なんだよ。パンチが当たらないと話になんなくて、で避ける技術がすごいから、どちらかっていうと、そのなんていうの、スピードとか、僕はインファイターですね、僕はインファイター。思いっきり特化型のインファイター。むしろ足が、そのフットワークは使えないわけじゃないんだけど、その教わってなくて、もうインファイトに特化型で教わってるから、だから分かんないんだよ、ステップワークとか分かんないんだよね。ただあのウィービングとか褒められるね、ウィービング、ダッキング、パリング、ディフェンスやってるよ。ただそのインに入ってく、俺はウィービングとパリングとブロッキングあんまりできてないかな、ブロッキング下手かもしんない。頭振りながら中に入るのはすごい得意。だから体の軸の連動だよね、体の軸の連動、だんだん分かってきたよ。だからコンパクトに、コンビネーションを重視して、いかにその打ち込んでいくかっていう、フェイントを織り交ぜながら。タイソンが理想っすね。タイソンは完成形じゃないの、インファイターの。タイソンは完成形だと思う。あ、スパーリングだったんだ、お疲れ様です。
頭グラグラしますよね、打たれた後は。後頭部が突き抜けるように頭痛がすごいよね、ズキンズキン。正面打たれてんのになんで後頭部痛いんだろう。タイソンの真似っていうか、タイソンの動画をひたすら見て真似はしてるかな。でも全然あの動きにならないけどね。セゴロ勝つよ、任せて。つま先の方向もちろんシフトウェイトが全てなんで、もちろんもちろん。あ、俺の場合下半身弱いからもっと走り込まないダメだなと思ってる。腕に持ってかれちゃってるんで、つま先の方向とよりも、まあつま先の方向もそうなんだけど軸だね。あとストレート打つとき、右のパンチを打つときは回転を意識してるね。だから足の親指がもうズル向けになるんですよ。あの親指の付け根っていう、ここのところ、ここら辺のところって言えばいいかな。親指をこうギュッて、こうギュッて返すんですよ。膝をこう内側に向けてギュッて返すといいパンチ打てるんで、コンパクトに。でも自分でもね、あの体幹弱いなっていうのは。ボクシングやってます今。ボクシングやってますね。どれくらいやってるの？いや、あれですよ。今年から始めたばっかりですよ、まだ。あの、大会があるんで、それに向けて習ってるだけなんで、最近習い始めた感じかな。6月ですね、大会は。風船ありがとう。アイテムありがとう。目寄ってるよ。ね、寄ってる。何の大会？ステゴロって言って配信者の格闘技祭ですね。配信者の格闘技祭で、前回30万人視聴があって、興行としては300人ぐらいお客さんが集まって、ネットでは30万再生、リアルタイム、まあ、3万人近く見た大会があって、でそれの第2回目に出る。頑張ります。6月ですね、手頃っていう。インターネットでそのやるんで、大会近くなってというか、まだまだ先では。前回そのいきなり3ヶ月前にオファーが来て、3ヶ月後いきなり試合だったから、今回は準備期間あるから頑張るよ。お、数合わせありがとう。アイテムありがとう。そうだね、早く戦いたいね。早く戦いたいのと、もっと上手くなりたいのと、2つかな今。体力上げたいのと2つありますね。やっぱ前回負けて恥かいたんで。ベンジョさんの大会ですよ。はい、捨て頃なんで。ベンジョさんの大会だよ。僕、前回も出てるんで。2回目の出場ですね。捨て頃。痛い。
便所さんから誘われたので今回自分も出ますよ。あ、そうなんですか。ちょっと匿名枠なんで誰なのかわかんないですけど、よろしくお願いします。誰なんだろう。まあ、楽屋が一緒になるかどうかわかんないけど、よろしくお願いします。ごめんなさいね、匿名さんなんで誰だかわかんないんですけど。多分お会いすると思うんで。僕は第2試合に出るんで。バガありがとう。バガアイテムありがとう。太郎ちゃんに Y って聞いたら分かります。 Y って誰かいたっけ。 Y、 いや一応把握してるはずなんだけどな、まあ、勝てると思うよ多分。練習相当やってるから。 Y って誰だ。え、発表されてます。発表されてる選手、え、誰だろう。捨て頃で Y って、 Y誰だ、はい、こんばんは。 Y って誰だ。 Y って誰だ。 Y、 まあ、大会では大恥かいたからね前回ね。旅はねちょっと今できる状態じゃないね、忙しくて。手半じゃないのかな。あ、まあでも便所さん先輩なんで、そんな連絡取り合うタイプじゃないんで僕。 Y って誰だろう、ちょっと分かんないな。まあ聞いたら分かるんだ。 Y 誰だろう。一瞬この前電話したよ、生きてたよ。一瞬生きてる生きてる。アクセント、そうですね。ああ、よろしくお願いします。アクセ配信 YouTube の打ち合わせ、テレビ関係者さんとの打ち合わせはもう本当にバッバタバタバッタバタだよ。バッタバタですもん。大変なことになっちゃいますよ。何嘘って、何が嘘な。また嘘って何、何が嘘な。何が嘘なのかちゃんと明確にして。まあ貧乏暇なしだよね、間違いない。貧乏暇なしだよ。俺がテレビ出ることないんじゃないの。俺がテレビ出るとかなくない。一回もそんな話聞いたことないよ。取材なんて言ってねえよ。
テレビ関係者の人と打ち合わせっつってんのバカだな本当に。日本語ちゃんと聞けよ。俺がテレビ出るなんて言ってない、取材があるなんて言ってねえわ。ナーボーでしょ、ファイナルがナーボーと、あと誰、レインさんでしょ、 Y じゃない、ナーボーとレインさんで、ヒカルくんと五丁さんでしょ、これも Y じゃない、ファンタスティックファンタジスタさん FY じゃないでしょ、クレイジーパピオンセイジさん Y じゃない、ソレイケカリちゃん、カリちゃんでしょ、カリスマさんでしょ、で制作部長さん Y じゃないでしょ、リナネコモノモナナ Y じゃないでしょ、ケンニー K でしょ、バブータズヒコ、ミヤビくん M でしょ、カズ軍曹違うでしょ、ナオキ兄さんワド違うでしょ、テルチャンピンクモンリュー Y なんていねえじゃねえか、ワイヤでワイヤではだって出ないでしょワイヤでは出ないでしょ、いねえじゃん、テルチャンピンクモンリューが第一試合でしょ、 Y じゃない、ナオキ兄さんワド Y じゃないでしょ、みやびくんカズ軍曹誰、パイセン、パイセンユイガさん、ユイガさん出ないでしょフ誰だろうね、発表選手の中にいないよ Y なんて、楽しんごパーティー、アメリカ人トム・ソーヤとかテレビの関係者からスカウトされた噂、知らない、誰が言ってんのそんな噂、手怪我したっていうかね、こっから先今取れてるんですよ、昨日寝てたら取れちゃってこうポロって、で今くっつけてますね、ここ今のんちゃんがこう固定しておいてくれたんで、手怪我したっていうか左手取れましたね、手首から先が、うん、あ、メガホンありがとう、アイテムありがとう、そうなんですよ、大変なんですよ今、ボロボロですよ体が、今手をくっつけてます、え、なんかユイガさんが失踪したって噂あるよね、ユイガさん失踪したの本当なのかな、なんか配信やってなくていなくなったらしいよね、何があったんだろう、謎だよね、昨日配信してた、失踪してなかったか、生きてた、地下労働ペリカ稼いでんのかな、ペリカ、元気そうだった、よかったよかった、エビゾーさんどうなんだろう、俺ツイキャス見ないかな、エビゾーさん元気なのかな、なんか台湾でテレビに取材されたとかすごいよね、エビゾーさんね、台湾のテレビに出たり、なんで台湾なんだろうね、台湾に招待されてたもんね、なんか配信者が芸能人化してきたよね、だんだんね、すごいよな、どんどん世界が変わっていってるよ、呪われて死亡した、ああどうなんだろうね、でも5秒でもすごくない、今まで配信者がテレビに出るなんてなかなかなかったからさ、だんだん注目されてんじゃないの、普通にすごいと思うけどね、もう YouTuber ね半分芸能界足突っ込んでるもんね、まあ、市場規模がでかくなるでやっぱそうなるよな、ガンガン稼いでいくと、まあ、どうせいくら稼いでるのっていう お約束のね話を答えてるだけだろうけど、配信者もそういうなんかタレント事務所みたいなの作ればいいのにね、誰か、
もともとね、YouTube やってたんですよ、僕。YouTuber っていうのじゃなくて、動画投稿系男子って言ってる頃に、YouTube で会社やってたんですね。だからね、飽きてたんだよね。メガホンありがとう。朝生ね、朝生は夢だな。朝生出れたら勲章だよね。まあ無理でしょ、コネクションがないと。配信者芸能人、いや全然芸能人みたいな感覚でやってない。ただ勘違いはするけどね、大きい街に出たら声かけられるから、あの写真撮ってくださいとか、勘違いはするんだ。あー、テレビ出演ではないね、それは。出演とは言わないね。一般人としてこうインタビューに答えてる。それアルバイトであるんだよ。タレント事務所になんか登録してんでしょ。事務所に登録してんだと思うよ。そういう事務所あるから。もしくはリスナーさんにテレビ局の人がいて、出てみないって言われたんじゃん。多分そういう感じだと思うけど、まあ YouTube やってたら成功してたっていうわけじゃないからね。俺は配信者選んで正解だったと思ってるけど、俺は配信やってよかったなと思ってるよ。51号さんありがとう。俺は成功者なの知らない。成功してんじゃないの、あんまり考えたことないけど。成功者でしょ。多い日で3ぐらいかな。まあ平均で1ぐらい。大きい町に出たらね。ありがとう。花火ありがとう。ありがとうございます。頑張ります。いや、ワイドショーのコメンテーターとかはやんないな。断るな。無理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 。それは無理っすね。それはさすがにやんないっす。キャパオーバーじゃん。新八丁と光くん、新八丁が一番すごいかな。多分もう10件とかじゃん。毎日10件ぐらい声かけられてんじゃん。仮想通貨について話せる。仮想通貨俺否定派だからね。うん、仮想通貨否定派。うん、だからもうだいぶ語ってきたから、あんまり面白くないかな。仮想通貨あんま面白くないんだよね。話そうと思えば話せるけど、俺は仮想通貨自体にあんまり未来を感じてないね。ひろゆきの論破動画って何？仮想通貨、ビットコイン少し持ってるかな。歌舞伎町じゃないよ。歌舞伎町はね、キャッチの人に声かけられるね。結構見てるよとか。歌舞伎町はあんま声かけられないね。仮想通貨税金かかるでしょ。雑所得じゃなかったっけ。ビットコインはね、うん、放置だね。俺はあんまり関心がない。放置放置。なんか俺は時間の方が大事だと思ってるから、なんか画面に貼り付いてる時間で一喜一憂してんのがすげえもったいないと思っちゃうから、あのもんはね放置しとくのが一番いいんだよ。
もともとビットコインで儲けようと思って始めたわけじゃなくて、バリューのアカウント作るときにビットコインが必要だったから、ちょっと試しに買ってみただけな。別にもう現金で買えちゃってもいいと思ってるから。そんなにないよ。200万円の原資なんかあるわけないじゃん俺に。小学生の頃からうさんくさかったかんな。何なんだろうね。なんでこんなうさんくさいのかな。ちょっとよくわかんないな。まあ大体できるやつはうさんくさいから。大体できるやつはうさんくさい。小学生の時何部？部活ってなかったな、小学生の時。帰宅部だったかな。多分帰宅部だったと思う。何にも通ってなかったね、小学生の時は。ヒゲ？ヒゲが原因？でもヒゲ剃らない方がいい。委員会なんだ、適当にやってたから覚えてないな。なんかあれじゃないの、鶏とか飼育してたんじゃないの。なんか 何委員会だったか覚えてねえわ。適当にやってた、うん、今日タクシーは知らん。タクシーに聞いて、タクシー放送やってんじゃないの、わかんないけど。いや汚い。あ、図書委員一回やったかもしんないな。図書委員一回やったかもしんない。ビットコイン追求していい、全然構わないよ。知ってる部分に関しては。腱鞘炎じゃなくて腕がね、こっから先取れちゃったん、昨日ポロって。だから今くっつけてる。ポロってね。あ、のんちゃん取れたっつって。大丈夫だよ、のんちゃんがくっつけてあげるよって言って。本当に？あ、おはよう、おはよう。朝方ね、誰も大手さんがやってなかったから暇だったからね。見るもんなかったよね。のんちゃん魔法使いだからね、すぐくっつく。そうだね、俺は自分のことアーティストだと思ってるね。いや、歯じゃなくて、いや、俺は自分のことアーティストだと思ってるよ。いつなんぼで買って、今なんぼなんや、持ってるんならわかるよ。いや、1万円分入れただけだよ。ね、170万の頃に買って、次の日か次の日に240万ぐらいになって、年末のだから20日ぐらい24とかだったかな。それくらいで買って今70万とかなんじゃないの。ちょっと待って、ビットフライヤー見てみるから。ちょっと待って、ビットフライヤー重たいんだよね。パソコン、レッツノート、今いくら？ちょっと待って。今が88万だって。何のアーティスト？シルバーとか。いや、だから、さっきも言ったじゃん。バリューを始めるためにビットコイン買っただけだって。バリュー公開するのにビットコインの仕組み分かんないとダメでしょ。うん。あ、久しぶり。ありがとう。
楽しんでって。今運動してるからちょっと体が締まったんだよね。少し体が締まってきたね。当時どこでビットコイン、ビットフライヤー、ビットフライヤー。野田造りの、俺がバリュー、買ったバリューは誰のバリューだっけな。俺が保有してるバリューは、荒野とカオスかな。多分。俺が保有してるバリューは、荒野とカオスだと思う。そうじゃなかったかな。荒野とカオスだった気がするんだけど。荒野とカオスだけだね。野田のバリュー買ってない。あ、組のは俺の作ったやつじゃないよ、うん、レッツノートはデスクトップじゃない、ノートパソコンだよ。レッツノートはノートしか出してない。前のデスクトップはね、たくみさんにあげちゃった。俺は人に誘われてないものは行かないよ、乗り込まないよ。ビール瓶で桃太郎不意打ちしたマスラオどう思う。ごめんなさい、マスラオさんっていう票僕は存じ上げません。手首取れちゃったの。そう、トレーニングで痛めたのかちょっと原因わかんないんだけど、朝起きたらポロって取れてたから今くっつけてんだよね。痛いの。取れたの？ポロって。今くっついてんのか。こうね。見せらんないんだから。ハードパンチャーだから。よくあるんだよ、ハードパンチャー、ボクサーでは。次の日手が取れちゃう。手首から先ポロって取れちゃう。ボクサーあるあるだね、これは。ボクサーあるある。病院行ってないですね。だいたい唾つけときはだいたい治るんだよ。力が入らないわけじゃない。力はね、ストレートだったらグッて入るんだけど、今かなり力入れてるのは入る。ただいててこっち側に傾けたりとか、なんか角度いてて角度によってはこう捻挫っぽい感じだね。捻挫っぽい感じ。正面からブサイク。そんなにブサイク。正面からブサイク。ああ、なるだろうね。こういうのはね。早めに直した方がいいんだよね。まあでも、いいんだよ。広末涼子激似だかんね。ネズミ男に似てる？ネズミ男。目は寄ってるよ。フードかぶんないとね、フード。
よし。もしもし。こんばんは。こんばんは。お元気ですか？お元気ですよ。ふわっち頑張ってますか？頑張ってるよ。あの、虫歯になったことあります？あるよ。あの、先ほどね、わかんないんですけど、うん、その詰めた部分が取れた感じがしたんですよ。はいはいはい。それってやっぱ行った方がいいですかね？そうですね。行った方がいい。そうですね。行った方がいい。うん、そうですね。なったことある？ありますよ。取れた時ある？ありますよ。どれぐらいであります？そうっすね。まあ、行きたいときに行けますね。うん。うん。あ、まあ、ありがとうございました。はい。歯が痛い人でした。浅井さん会ってないね、最近ね。元気にしてんのかな。浅井さん全然会ってねえわ。元気だといいけどね。浅井さんもう年だかんな、結構。もう60超えてるからね。おばあちゃんだかんね、浅井さん。おばあちゃん。旅配信はなんでやめたの？いや、やめたいから、うん、いらっしゃい、久しぶり。今やるべきじゃないと判断したからだね。さやかって誰？さやかって誰？さやか。さやかって誰だろう。よいしょ。シルバーアクセ？だいぶ進んだよ。いやー、ちょっと汚くなってきたね。違いな、綾香元気かな。いや、なんかあれじゃん、大衆演劇かなんかにずっとハマって金貢ぎまくってんじゃないの。毎日どれくらいトレーニングされてるんですか？いや、日によって全然。やるときは2時間3時間ぐらいかな。まあ大体2時間が多いかな。2時間限界だね、俺の体力だと。2時間限界。あ、そうなんだ。俺のエクレア美味しいよね。大好きだよ、綾香。知らない。ニコ生主でしょ、彼女は。これ6万円6万円かな、7万円かな、忘れちゃった。痩せたって言われるんだけど、体重は重くなってるんだよね。
体重重くなってる。値段6万か7万だったと思うけど、走ったりもしてるよ。あやか、まあ美人じゃ美人だよね。あのね、痩せてた頃あやか超美人なんだよ。びっくりするよ。あやかが痩せてた頃の写真見せてもらったけど、あいつ普通に美人なんだよ。気違いだけど、ちょっと太ってぽっちゃりしてるな。若い頃すげえ美人だよあいつ。見たことないでしょ、のんちゃん。あるよ。ある？すげーでもない。まあでもそこそこ美人じゃん。そうだと思うよ。痩せた頃の写真あったかな。俺データ持ってるかな。データはないと思う。捨てちゃったと思うんだけど、なんだろう、多分持ってねえな。え、何の音？昨日の話どうなったの？花火発発で経験者のんちゃんの話が聞けるって言ってたけど、いや、のんちゃん話したじゃん。途中でブラウザバックしたんでしょ。いや、持ってないな画像。のんめし美味しいよ。今作ってるデザインの女子サイズが欲しい。ごめん、サイズはね、俺が指定したサイズしか作ってない、うん、今作ってる鍵のアクセサリーでしょ。あれの小さめはね、ラインナップで出さないですね。寝ちゃったんだ。見逃した感じだ。俺は何だろう、自分で欲しいものを作るから。でもね、絶対ね、俺の作るやつはあのサイズで正解だと思うよ。大きめの女の子は小さいの欲しい、小さいの欲しいってね言うけど、ふわっちで食っていけてますね。はい、あれはね、ズドンってつけた方が可愛いの。アホっぽい感じを出したいから。ああ、あれつけてんのアホだなっていう、あれは絶対でかい方が可愛いよ。自由は聞くよ、サイズは全然自由が聞く聞く。金梅さんにもともと惚れてたんだよね。おいしそうおいしそう。業者に発注はしてないよ。あの、自分でワックス削り出してるから原型は俺が作ってんだよ。っていうか業者が俺だからね。このアクセサリーのことだと思うんだけど、多分これでしょ、これでしょ、これのことだよね多分。これは全部自分でデザインやってるよ。マイデザインだよ。そうだね、これもリスナーさんからいただいたものだし、これもリスナーさんからいただいたものだし、大事に使うね俺は。嬉しいじゃん気持ちが、うん、まだね完成まで遠いけど、先に金梅さんのリング作んないといけないから、金梅さんのリング作ってからだよ。貢いだ、そんなに貢いでないと思うよ、うん。まあ、あの、もともと香川さんすごい好きなあれ人だから、のんちゃんは、まあ、30万ぐらいじゃないのトータル。聞いてみようか、のんちゃん香川さんにいくら貢いだトータル。分かんない。大体ざっくりざっくり、そのグッズ買ったり花火とか、大体でいいよ。分かんないよ大体。大体大体分かるじゃん、大体よ。
とかあるからね。だからそれも含めて全部全部グッズとか。香川さんにいくら貢いだ？正直20万ぐらいだった。あ、まあまあまあリアルだ。20万ぐらいだってリアルだよねリアルだよね、リアルじゃない。これ全然別にあれだもん、未だにあれ他にアイテム投げてたもん、何にも言わないもん俺。ねえのんちゃん、うん、俺はのんちゃんにそういう束縛嫌いなのね。いや、のんちゃん別に誰の放送見てようがどこで投げてようが俺全然文句言わないよ。そういう小さい男じゃないから。リアルだよね。でもまあ数年間追いかけててトータル20万だったらまあまあ普通じゃない。リスナーさんとして真っ当な、普通にまあ重課金者ではないけど普通にいいお客さんだと思うけど、性格全然違うね俺と香川さんは。リアルだよね。朝日奈気まぐれだよな本当。金梅さんを振り回す玉っていうのがすごいよな。めちゃめちゃ金梅さんのこと振り回してるもんね。あんなタイプの女性いなかったよな。顔は似てる？系統。香川さんの方がイケメンじゃない？顔整ってるよねあの人。香川さんすげえ。あ、まあでもちょっとぽっちゃりしてるからね香川さん。痩せたらめちゃめちゃイケメンだと思うよ。香川さんやってるね、うん、男らしいよねちょっとね。優しいお兄ちゃん的な顔だよね香川さん。ブスかな。そこまでブサイクじゃなくない香川さん。のんちゃんは香川さんのどこが好きなの？だって俺はだってほら沖縄の血が半分入ってるから俺の方が体毛濃い感じだよね、濃い顔だよね。でも俺も面長の切れ長の人だから顔立ち的にはベースになってる顔は弥生系の顔だと思うよベースは。ただその毛深かったりとかそういうのが縄文系の血が入ってるし。あ、声は全然違うね。香川さんおしゃべりすごいうまいかんね。そうベースは弥生系なんだよ。そう思いっきりその面長っていう顔と切れ長の人へってこれ思いっきり弥生系の顔だから。そうだけどそうそれに比べてヒゲとか体毛が濃かったりするから、あと体型ががっちりしてる、ずんぐりむっくり骨太の顔のベースはね多分弥生系だと思うよ親父の。わかんないよ、その俺は金梅さんにそのから仕事を受けてるから誰がつけるかはわかんないよ。メガネね、本当は丸メガネに変えたいんだけど丸メガネもう度が合わないんだよ。だからね見づらいのね、また目悪くなっちゃって。メガネ丸メガネに変えたいんだよね。レンズ変えてこようかな、こっちの方が好きなんだけどね俺は。ニコ生でブチ切れてた、そうだった、うん、俺はこういうシンプルなやつが好きなんだけどね。メガネは本当は好きじゃないんだよ、メガネかけると思ってなかったから。そうそうそう丸メガネが好きなの、うん、こっちの方が好き。じゃあレンズ変えてこようかな、ちょっと元に戻そうか、こっち側につけようか、うん、でも度が合ってるのはこの新しい方ね。そうだね、メガネもファッションだからね、
ベンドさんがいろんなメガネ持ってるね。そう、丸メガネ似合わないらしいよね。こんばんは。トイレのスタンプの人、うん、丸メガネいいよね。ワード2いらっしゃい。俺も丸メガネが一番シンプルで好きかな。本当はね、縁なしのメガネが好きなんだけど。新年会？新年会何の新年会？新年会やる予定ないよ俺は。新年会の予定は今のところない。オフ会ね、今考えてるのはオフ会は、捨て頃の後、捨て頃の後にみんなで飲もうって約束してんのだけかな。やる？オフ会。オフ会やる？来たい人いる？オフ会。オフ会、全然やってないね、もう。やるんだったらやるよ。オフ会。もし希望があれば行きたい。ステコロ2ね、前回に比べて盛り上がってないよね。閲覧もね、格闘技系下がってきてるよね。うん、誕生日オフ会でもやるか。じゃあ、いや、オフ会ゼロだったことは一回もないよ。今までオフ会ゼロだったことは一回もない。誕生日オフ会やるか。じゃあ5月の21日やる？そうだね。やっぱり見に来てくれた、せっかく遠方から来てくれる人いるから、やっぱりそれはね、時間割かないと申し訳ないよね。自分見に来てくれる人だから。ああ、オフ会は大体バラバラだよ。うん。うん、全然やってもいいよ、オフ会。うん、5月だったら、5月の21日って何曜日？誕生日の日にオフ会やるか。21は月曜日だよ。月曜日。月曜厳しくない？うん。何割がアンチか？いや、わかんない。まあ結構いるんじゃないの。のんちゃん3万で抱かせて絶対無理だね。月曜日大丈夫。あ、田植えか、大変だね。夜、夜もちろん夕方から夜。8割もアンチいないと思うよ。一人で、みんな一人だよ。うん、友達連れてくるとかいないもん。みんな一人だよ。だから一人って言っても大体コテハン書いてるの分かるじゃん、常連のメンバーだから。ああ、あの人かってなるだけだよ。すぐ仲良くなるよ。世界で一番愛してるののんちゃん、バカ野郎、リスナーに決まってんだろ。法律全然詳しくないよ。前の日にしてもいいけど、日曜日、日曜日に飲みたくなくない？
日曜の夜だったら月曜の夜でもあんま変わんないと思うけど。全然大丈夫だよ。全然大丈夫。のんちゃんもリスナーだから。今日も和道さんでオナニーしました。あ、報告ありがとう。花火ください。ワドニーは報告義務と、あの、オナニー1回につき花火一発っていうルールがあるんで。もしくは、ストックしてほしい人、つけでって書いて。もし花火投げない人は。つけでって。ワドニー。つけ。そしたら、つけ何回分か、あの、自分で覚えといて。何回したの？つけ何個溜まってんの？つけであと100回。長いな。花火100発分、早めに10個ぐらい花火投げといた方がいいよ、それ。うん。ワドニー分花火投げといて。つけが1000個溜まる大変な借金背負うかんね。つけでワドニー、オッケー、わかった。つけとくわ。のんちゃん、ちなみにつけでワドニーどれくらいしたの？リスナーだった頃、2年間ぐらいで。2年間ぐらいで？うん。毎日。だから、毎日どれくらいワドニーしたの？何回分ぐらい溜まってんの？600回分。600回も溜まってんの？香川さんで、あの、カドニーは何回したの？カガニーは何回溜まってんの？カガニー3回ぐらい。カガニー少ないね。カガニーが3回溜まってるって。カガニーの花火投げなくて大丈夫？投げた大丈夫。そうだよね、20万円払ってるからね。カガニーちょっと高いんだね。うん。香川さんでオナニーすること、カガニーって言うから。カガニーは3回してるって。エッチするなら香川さん。はいはいはい。俺は M かもしんない。どちらかっていうと S ではないかもね。てかね、 S と M っていうなんか平たいくくりっていうか、なんか二元論でセックス語るやつあんま嫌いなんだよね。セックスってそう、なんつうの、二元論で語れる世界じゃないと思ってる。別にね、肖像権ないからいいよ。報告だけしてくれたらいいよ。今ツケがどれくらい溜まってますって。あとその内容の報告ね。和道さん素敵でしたって、昨日の和道には素敵でしたって、昨日の和道にいまいちだったわとか、その報告だけしてくれ。で、できれば花火を添えてほしいね。できれば。報告しないやつはマナー違反だから。モンスター好きだね。レッドブルも好きだけど。まだしてないの？童貞だよ、童貞。ネタ切れで金閣寺。あリアルだな。金閣寺か。まあまあまあ、もうネタ切れだな、金閣寺はな。金閣寺か。まあまあ、ブサイクじゃないかな、あいつな。甘いフェイスしてるからな。でもなんかオタク臭がするんだよね、金閣寺ってな。いい男でさ、その別に頭も悪くないし、喋りはできるんだけど、なんかね、そのオタク臭がするんだよ。あれはモテねえだろうな、金閣寺は。もったいないよな。いい顔してんのに。可愛い顔してんのに。和道インターナショナル取締役 CEO の和道さんで間違いないですよね。あ、そうです、私が和道インターナショナル CEO です。取締役兼 CEO なんだ、そう、最高経営責任者ですね。今日の和道に素敵だといいな。そうだね、金閣寺ってリスナー兼配信者だね。あ、ケンさんモテるんだ。あ、3杯目光くん、
いいっすね、いいっすね、気持ちいいっすねって言ってた。マジやばいっすね、ギンギンっすね、ばあさんいいっすね。なんで 3P なんだよって。うん、左はだから今くっつけてる最中だから。うん、初見さんいらっしゃい。うん、顔はバラバラにならないから。誰がトイストーリーだ。ヒカルくんは性病やばそう。ヒカルくんでもそんなに意外と女に手出してないよ。毎年検査してる。やだよね、あの毎年検査しないと不安な生き方って。俺の好み？あ、昨日ね、あの、浅見玲奈っていう女優さん綺麗だなと思ったね。あの、正直タイプだな、タイプっつうか性的なタイプじゃないんだけど、綺麗だなと思った。浅見玲奈？浅見玲奈さん。正直ね、セクシーだなと思うんじゃなくて、なんか造形物的に綺麗だな、綺麗な顔してるなと思ったね。この人、この人。なんか、ゲルゲ。ゲルゲ、あ、だから俺ゲルゲさんの顔結構好きだもん。あの、爬虫類系の顔、爬虫類っぽい顔結構好きなんだよ。ただなんか付き合いたいとかそういう感じじゃないね。うん、俺は不特定多数全然セックスしないよ。うん、あ、国生さゆりに似てるんだ。バレンタインデッキス、まあ美人だね。うん、あ、そうなんだ、ヒカルくん顔好きなんだ。爬虫類っぽい顔してる、カエルっぽい顔してる人結構好きかもしれない。のんちゃんはタヌキ系の顔だよね。タヌキっぽい。俺はね、不特定多数の女性とセックスはしない。タヌキとパンダ、あー可愛いじゃん。タヌキ系の顔か爬虫類系の顔が好きだね。のんちゃん足だけじゃないよ、スタイルめちゃめちゃいいんだよ。のんちゃん、人の女性に対してね、そういう悪口書くからお前ら童貞なんだよ。女にモテねえんだよ。女性に優しくできない男は童貞ですよ。だからお前ら彼女できないんだよ。のんちゃん今体重50キロに増えちゃったんだっけ。もともと37とかだよね、うん、俺と出会った頃ガリッガリだったもんね。左はね、朝起きたら取れちゃったんですよ。そう、今くっつけてる。ポロンって取れちゃった。ポロンって痛いんですよ。ハードパンチはボクサーあるあるね。ボクサーあるある。162、50、いや普通だと思うよ。162で50は全然普通だと思うよ。むしろ痩せ方だよね。162の50は太ってない。うん、手首から先、左手がポロンって ここら辺取れちゃったの。ポロンって、そうそう、今ボクシングやってんの。155の52キロ、いやデブじゃないでしょ。デブじゃないと思うよ。俺は全然、少しぽっちゃりしてる女性が好きだから、普通に、あの、俺はデブにはデブって言うから、155の52キロ全然デブじゃないよ。気にしなくていいんだよ。俺、170の75キロだから、まあ、俺はデブだね。本当だよね。失礼だよね。プロテストなんか受けないよ。受かるわけないじゃん。もう32歳だよ。プロテスト受けないよ。
プロボクサーじゃ食えないもん。そんな甘い世界じゃないよ。世界に行って初めて一握り本当にスターになれるっていう世界だから。あ、痩せ型だね。42キロ。少し太った方がいいよ。それはちょっと痩せすぎ。ジムは北新宿のところ。いや、北新宿じゃないよジムは。てかね、新宿ジムいっぱいあんのよ、うん。新宿はジムがすごい豊富なのね。そうそう、あのね、体重じゃないんだよ。まあ体重は目安だよね。本当に目安。体脂肪率とか筋肉の量とか骨密度とかだから、体鍛えてる人だったら分かる。多分運動意識高い人だと思う。体重聞いても分かんないよっていうのは、ちゃんと鍛えてる人はそういう風に言う。ジムの名前言わないよ。あ、でもね、リスナーさんから言われんの。俺もボクシング始めたいと思ってて、和道さんと一緒のジム通いたいっていう人いるよ。別に構わないけど、全然本当に一緒に、ちょっと捨て頃まで一緒に鍛えたいっていう人いたら、うん、それは個通でお願いします。あ、いや、個通で、個通で。普通でお願いします。一緒に鍛えても全然いいよ。ただ俺通ってる時間夜だよ。仕事終わりの時間だよ。サラリーマンとかの時間帯だよ。リーマンばっかりだよ。初めの一歩ね、ちょっとどうなるのか展開ね、楽しみだよね。今回ツイキャス見れなくなったんだ。新宿ジムいっぱいあるよ。新宿ジムいっぱいある、うん、新宿区で言ったらね、新宿区で言ったら、うん、あとほら、俺の家って中野と渋谷ももう目の鼻の先だから、一個道路向こう行くと渋谷だし、川越えると中野なのよ。こう境なのだから、中野の外れと、渋谷の外れが近隣してるから、高田の馬場の方にもあるし。はい、こんばんは。別に一緒に体鍛えたいっていう人いたら全然いいよ。こんばんは。渋谷近いっつっても駅までは遠いよ。渋谷区ね、区の境ってことね。中野に近いかもしんない、どちらかっていうと。中野は別に30分歩いたら行けるね。俺は西新宿、北新宿じゃないよ、西。ウィークリーマンション住んでたんだ。俺はね、昔北新宿に住んでたんだ。今西新宿、神奈川の方ね。今マンスリー55位まで下がっちゃったの。マジかよ。15位だったのに40位も下がっちゃったの。みんなマンスリー上げたいからアイテムで応援してよ。頼むよ、アイテムで応援して。ちょ、花火ちょうだい。新宿イコール新宿駅。そうそうそう、新宿、例えばね、高田の馬場とか大久保とかも新宿区なんだよ。だから新宿ってめちゃめちゃ広いんだよね。知ってた？高田の馬場とか大久保とかさ、あの地方に住んでる人って新宿区なの知らなかったでしょ。コリアンタウン。あ、だから北新宿の方に住んでたから。あ、まあまあ歩いて行ける距離だしね。ウィス、おはよう。ちょっとアイテムで応援して。なんかメガホンでも風船でもバーガーでもハートでもパフェでもいいから、できれば花火がいいんだけど、ちょっと協力してみんな。やば、俺も食うのに必死だからさ、頑張るからさ。四ツ谷の方、そうだね、ギリギリ四ツ谷の方だね。あっちはもうあのね、違う区に入る。新宿区済みなんだ。月始めすごかったのにね、うん、
嫌なの？頼むよ。無課金勢もメガホンで応援してよ。頼むよ。マンスリー上げるか下げるかリスナーさん次第なんだぜ。ありがとう。風船5個ありがとう。タウンワークプレゼントありがとう。え、働けってことでしょ。なんか働けっていうのを罰ゲームみたいに言うのクソだせえよな。すごい日本の嫌な風潮なんだけど。寝た寝た、今起きたところ。起きてご飯食べて放送始めた。月いくら儲かってる？大したことないよ。アルバイト、学生のアルバイトぐらいだよ。うん、まあ面白くないんならいいけど、しょうがねえな。だいたいね、マンスリーランキングは配信者の実力じゃなくて抱えてるリスナーさんの実力だからね。ご飯はね、のんちゃんがダッカルビを食べたいっつってダッカルビのあの松屋行ったね。日本は熱が出ても休まないからどうかしてるね。他人がうまくいかないの喜ぶのはあんまいい文化じゃないよね。だし働くことっていいことなのに罰ゲームみたいに日本人言うじゃん。働くことは罰じゃないからね。20もいかないよ、うん、ごめんよワードを投げれなくて、うん、盛り上げて放送コメントで。うん、メガホンありがとう。メガホンありがとう。ありがとうね。あ、ありがとう。バーガーありがとう。ありがとう。ありがとうございます。働くっていうのはやっぱ銭を稼ぐことなんじゃないの？銭を稼いだら俺は働いてるとは思うけどね。だから関慎吾が小月だ小月だってニコ生で叩かれてる時に、あのビートたけしさんのテレビで取材されたんだよ。その時のたけしさんが言ったコメント、関慎吾に対して言ったのが、何言ってんだよこいつ芸人だろっつって、喋りとパフォーマンスやって稼いでて俺らと何も変わんねえだろっつってたよ。こいつ立派な芸持ってるじゃん、芸人だろって、今の若い子のって、なんでこれが小月なんだよっつって、そしたら俺ら全員芸能人なんか小月じゃねえかよっつってて、あ、たけしさんすげえなと思ったよ。たけしさんがそれ言うんだと思ったよ、うん、いやだから何も知らないでさ、その金くれって言ってんだったらあれだけどさ、コンテンツ作ってるからね一応、その生放送っていう、俺はそういう風に考えるけど、投げると誰かバレるんでしょう。いやだってバレるんでしょうっていうか、投げてもらいたいよ俺は。バレるけど、うん、投げてほしいよ、うん、背に腹は変えらんないもん。27号さん投げてほしいよ。俺はでも誰が投げたか言わないよみんなに。風船ありがとうね。働くことはいいことだよね。ありがとう風船50個ありがとう。ありがとうね。いいことだよね、うん、社会が回るし、それだけ人のこと幸せにしてるからお金が入るわけだし、うん、なんでそんなお金がいいの。生活するのにお金必要でしょ。メガホンありがとう。はい、ワダツ。そうそう、他人を下げてもあれだしさね、えやっぱりアイテム投げてもらわないと食っていけないもん。やっぱりね、投げてもらえば投げてもらうほど面白いことをしようって頑張れるからさ、俺に価値をつけてよ。俺に値段つけて。何がたくさんあるの？何が何が？主語がないと分かんない。何がたくさんあるの？
営業イベント出たいね。タヌキに名前書かれた時、あ、いや公開はされないから大丈夫だよ。匿名枠は俺にしか分かんないから、だから書かれないよ、うん、匿名枠は俺にしか分かんないから。俺も誰ありがとうって言わないでしょ。だから誰にもバレないよ、うん、リスナーさん側にはバレない。アイテム投げても俺にしか分かんないの。お金たくさんある？ないよないよ、うん、噂でしょ、うん、ないよないよ自信を持って言うわ。ないよないよ。お金たくさんある？ないよ何度でも言うわ。ないよ、うん、時給500円だよ。違うよ、1時間半働いて500円だからいくら？赤字だよ赤字、うん、だって4時間枠やるの350円かかってんだよ。俺の実費だよ350円。ネットで叩かれるんだ、うん、いやだから狐枠やってるから、叩かれないから投げてっつってんの、うん、のんちゃんが金持ちなのと俺が金持ちなのは全然関係ないからね、うん、俺は食っていけないから。のんちゃんの金持ちなのと俺が金持ってないの全然関係ないじゃん。だしのんちゃん金持ちじゃねえしそもそも言ったら、うん、ひもじいよね、うん、なんか勘違いをしてるよね。まあネットの情報を鵜呑みにする人がいるんだな。まあいいや。じゃあね、リウマチじゃなくてね、なんか筋肉が痙攣する病気だよね。リウマチは持ってないよ。あー、鮫島兄さんはね、オカリナさんの紐だって公言してるしね。筋膜炎か。なんか筋肉使うと痙攣しちゃうんだよね、つっちゃうんだよね。筋膜炎だって。リウマチじゃないよ、筋膜炎。まあ頑張っていくしかないよね。貯金はねここにあるだけなんだよ500円貯金金持ちだろ俺の全財産すげえだろ。32歳の全財産かっけえだろ。これリアルだよ。またね、そのなんかシルバーとかお店やったりとか、旅に配信に費用にいつか使おうと思って始めたんだけど、やっとだよ。何ヶ月か経ってやっとここまで貯まったんだよ。これはね、旅かね、あのシルバーか夢の500円貯金リアルだろ。金はあるよ、貯金ありますよ。リアルだろ。あ、オカリナさんすごいいいパートナーだと思うよ。本当にね、オカリナさんと出会って鮫島さん良くなった。運気が上がってると思う。うん。リアルだよな。うん。のんちゃんは発達障害だと思わないな、俺は。一緒にいて発達障害っぽさがない。お茶取ってくる。
部屋汚いんだよね。花火100発で、花火100発で俺に身が入るの5万円だね。5万円花火100発で5万円花火100発で5万だよ、うん、5万1発500円俺に入るから5万円だと思ってください。100発上がったら。アイテム投げたら誰だか俺は分かるけどみんなは分かんない。俺だけ分かるのは、俺だけ分かるね。はい、こんばんは。過去にね、美術の大学に行ってたんだけど、大学と大学院に。そこでね、追い込まれてね、ぶっ壊れたって言ってたね。本人曰く。ねえ、うなちゃんに怒られるね、部屋が立つってね。グローブの手入れしよう。今日はなんか花火稼げなそうだな。ちょっとグローブ手入れさせて。コメントは誰だか分かんないね。アイテムを投げられない限り誰だかは把握できない。俺は誰が書いてるのか把握できるときはアイテム投げたときだけ。あー、ありがとう。風船ありがとう。ありがとう。でもその今みたいにこの風船100発の時に多分匿名チェックボックスを入れたら、要はアイテム投げた時だけ誰だか分かるけど、何号がどの花火かも分かんないの。だから今その花火100発投げてくれた人は誰だか分かったんだけど、何番のコメントがこの人なんか把握できないから、だから結局ね、チェックボックスにね、あの匿名っていうチェックボックスに入れられたら俺は誰だか分かんないので一緒。バカありがとう。これはチェックボックス入れて116号さんは誰かわかんの。匿名性は高いんだよ、キツネは、うん、あとコメントが流れてるときわかんないよね。ああ、ありがとうね、この人だ。アイテムありがとう。質問練習してるしてる。それでね、左手壊しちゃってね、どうしようかっつって。それグローブの手入れだけさせて。やっぱ革製品だからね。風船100個で40円入ってくるね、俺に。俺に40円入ってくる。コメントは誰が誰が入ってるかわかんないかんね。まあ、だからみんなコメント書きやすいんだと思うけど、俺すらも把握できないから、まあ、大体ねコメントの癖でね、大体この人だろうなっていうのは大体わかるときあるけど、挨拶の時とか癖のあるコメントだとわからない。なんとなくはわかんないね。挨拶の時に例えば解放はいつもこんばんにゃーって書くの。ああ、もう解放だなってわかったりするんだよね、そういう時だけね。あと俺のことを和道って呼ぶのか、和道さんって呼ぶのか、和道ちゃんって呼ぶのかとか、そういうので分かるときがある。お前とか癖のある呼び方とか癖のある喋り方する人は分かるときがあるね。こんばんにゃ、そう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 、こんばんにゃって書くから解放は、あ、まあ解放だろうなみたいな。こうやられたら誰だか分かんないこういう悪ノリが始まったら誰だか分かんない風って、それテルだねそれはテルだ。
金梅さんなんであんな合流できるの？ふわっち儲かるんでしょう。いや金梅さんだってめちゃめちゃ稼いでるし、あの人あれだよ、一番すごかった時現金で700万を渡されたとか聞いたよ。だ通帳の中に1000万単位でリアとしてきてくれた人、金困ってこれで困らないだろう当分みたいな、で700万封筒に入ってて、でもし困ったら電話してみたいな、そういう生活らしいよ金梅さんは。だってさ見てる人数が桁違いだもん。そりゃ大金持ちいるでしょ。俺は6万やって、すごい世界だよね。いや金梅さんはマジで夢がある生活してるよ、若手の。びっくりするよね、15個上だよ彼女は。すげえよな、すごくない？夢があるよね金梅さん。もう全部飲み代に消えちゃったらしいけど700万飲み代に消えるってすごいよ。すげえ。よっさんの新年会誘われてないよ。行かないよ。誘われてないのに行くわけないじゃん。行かない行かない。誘われてないのに行ったら怒られるよさすがに、うん、金馬さんミニマリストだからね、うん、T シャツとかも質素だしね、食い物とか配信に使うかんね、お金を。よっさんが恵比寿のジーパン着てたのは笑ったけどな。よっさんってさボロボロのジーパン着てるように見えて実は恵比寿着てるからね。えって、よっさんのジーパン恵比寿なのつって、そうだよつって、嘘でしょって思ったもん。これ結構高いんだよとか言って、よっさんが恵比寿のジーパン履いてんだよ、笑わない？俺びっくりしたよ、全然恵比寿に見えねえと思って。よっさんは恵比寿だよ、知らなかったでしょ。よっさんジーパン恵比寿なんだよ、見えないよね、笑うよね、うん、そう。笑ったよなあれは、意外でしょ。そうなんだよね、俺に金使うリスナーさんあんまいないんだよね。花火師さんがほとんどいないからね。まあまあ貧乏配信者ですよ、底辺配信者。いやワン太郎すごいいい配信やってないかんね、あいつは。ワン太郎いい旅してるよな本当に、うん、ドルガバ着てる人なんかいる？配信者で。俺は知らないな、うん、断ってたね配信、うん、あのオープニングの時にあのオープン2週間目ぐらいの店長やらないかって言われたけど断った俺は、受枠ができると思って一回オファー受けたんだけど、後で聞いたら配信できないって聞いて、あごめんなさいって言って TJ さんから直接来たけど、ね、好きなタイ騎乗位
でっかくなってねえよ。どんどんしぼんでいってるわ。どんどんしぼんでいってるわ。ジンって誰？路上で靴磨きやってたことあるよ。18歳の頃。シューシャインボーイって言うんだけど。あ、フォローありがとう。もしよかったらふわちフォローしてください。あ、キモい、すいません。キモいのに配信してすいません、ごめんなさい、許してください。フォローしてないの、もしよかったらして。そろそろワドにして寝る。グローブの手入れはね、あの、俺はあれミンクオイルが好きだからミンクでやった今。ねえ、俺もう数年がかりの夢が叶ったかんね。俺からすると夢だよ、本当に。何言っても詐欺師トーク、すいません、すいません。安心感覚えた、ありがとう。直樹兄さん骨折してるか戦えるの。直樹兄さん骨折したと俺昨日あれだよ、こっから先取れたんだよ、今くっつけてるけど。直樹兄さんは骨折で済んだけど、俺はハードパンチャーすぎて手首からポロって取れちゃったの。それでも俺はやるって言ってんだよ。そうだよ、左手取れたんだよ今、だからくっつけてんの。のんちゃんがツバつけてくれたから。すごくない？それでもやろうとしてるんだよ。取れたんだよ、ポロって。ポロって取れた、取れた、本当に取れたんだよ。本当本当本当、マジマジマジ、本当に痛いんだよ今。痛いの、マジマジマジ。いや嘘だと思うでしょ、嘘だと思うでしょ、嘘だって。いや分かるよ、みんなの気持ちも。俺もびっくりしてるから。ただハードパンチャー、ボクサーのあるあるなんだって、手首から先が取れちゃうの。しょうがない、これはしょうがない。のんちゃんと付き合って1年ぐらいかな、ちょうど1年と3ヶ月ぐらい、多分それくらい。痛いんだよ本当に、うん、うん。ポロって取れた、ポロって。嘘くさい。あー治ったな、今コメントで痛いの飛んでけーって治ったわ。あ、痛くない。あ、治った、治ったわ、ありがとう。130103号さん、今ありがとう、治った、治った、治ったよ。のんちゃん、103号さんが痛いの飛んでけーって言ったら治った。あ、くっついた、くっついた、ほらくっついたわ、ありがとう、くっついたわ。あ、よかった。ありがとう、リスナーさん。くっついて、あ、綺麗にくっついてる、ほら。ほら。綺麗にくっついたわ。よかった。あ、治った、治った。すごいね。すごい。すごい。よかった。やっぱリスナーさんのおかげだな。嬉しいわ。接合完了、バンジーガム。ひそかかっこいいよね。
痛い。ちょっと、もう2、3日つけさせて。やっぱ痛いわ。痛い。ちょっと待って。なんだろう、ずれたのかな、奇跡ですやんつって腫れてるっつうかね、そのなんかね、ここのねところがちょっと張ってるっていうのかな。で骨はね異常なかったの、こうグーッと触ると分かるんだけど、多分筋がね ぐねったんだと思う。こんばんは。固定するサポーターの方がいいのかな。これでね痛みが和らぐんだよね、ちょっと固定されてる分、固定されてる分痛みが和らぐ。のんちゃんはね、あの俺の彼女だよ、アイス食べてんの今、テーピングは違う、寝てる時に痛くて痛くて、その俺がうなされてたんだって。でそしたらのんちゃんが走ってそのこれ買ってきてくれて、なんか夜中に巻いてくれたらぐっすり寝れた。痛くて何度も目覚めてうなされてたんだって。そしたらのんちゃんが薬局に走ってくれて、和道さんっつって夜中ぐるぐる勝手に巻いてくれて、そう、そしたらゆっくり寝てたよって。優しいの、のんちゃん。そう、まあ多分3日ぐらいで治ると思うけどね、2日3日ぐらいで。今日はねちょっとジム行ってパンチ打ったら変にぐねりそうだったから、何なんだろうな。昨日でも結構ハードにやったんだけどな、右はね大丈夫だったんだよね。多分ねパンチ打ったでこうなっちゃったんだと思う。湿布もバンテリンも塗るって言ったけど、いいっつって、自然治癒に任せる。あの塗るタイプのバンテリンあるけど、いい彼女だよね本当にね。俺にはもったいないよね、本当にそう思う。いい彼女だよ。軟骨が傷んでるのかな。なんかねそのおかしいのが、ここはもう出来上がってきたのよ。最初ここがガッサガサになって腫れていくので、だんだんねこことかこことかが痛くなってくるの。これボクシング詳しい人います？これ合ってるの？こことかこことかこの辺が痛くなるのと肩が痛くなるの、財産目当てとか言うなよ本当に。財産なんかねえからはい、こんばんは。手首がねリスト鍛えないといけないのかな。なんかね痛いところが変わってきたんだよね、だんだん。何回もなる、今のうち直そう、ちゃんと。関節痛めてる、そうそうそう。ちょっとドレさんにも相談してみれば、どうやってやってんのって。多分ね、パンチの打ち方がダメなんだと思うんだよね。わかんないっすよ。わかんないっす。あの、アイテムをくれた時だけ誰だかわかるんで、もしよかったら、アイテムいただけると嬉しいっす。俺は誰が誰だかわかんない。初めて1ヶ月ぐらいですね、ちゃんと通い始めて。フォーム崩れてるのか、体幹がぶれてそのダメな、まあフォームがずれてんだろうね。ああ、ありがとうございます。花火投げてくれんの、68号さん、ありがとう。ちゃんとオーラ移動、ああ、行ができてなかった渋い多分ね、これを読んでないとわからない会話だねこれを読んでないとわからない会話だね、ちょっとね行が苦手なんですよ僕は、はい、でもさ、あのハンターハンターで言ったら俺絶対強化系だよね。そんな感じしない？俺自分でハンターハンターだったら絶対俺強化系だわって思うんだよね。ハートありがとう。
137号さん、お久しぶりです。はい、ちょっと待って、誰だろう。ああ、ありがとうありがとう。最近来なかったね。ありがとう、アイテムありがとうね。基礎トレはね、なんて言うんだっけ、こうやってやる腕立て伏せみたいに突っ張ってこうやって30秒耐えたり、こうやってやったり、こうやって側面鍛えたりとか、こういうのなんていうの、こういうトレーニングはやるよ。あと足をこう肘ついた状態で、なんていうのかわかんないんだけど、なんていうんだろうそれ。ありがとう。あー、ハートありがとう。うん、ご無沙汰。そう、体幹トレーニングっていうの。あと、その馬乗りになって、相手がこうやって上からこうやってやってるのに、こう腹筋でこう馬乗りになられてる状態でパンチして腹筋鍛えながらとか、まあボールをボンボン落としたりとか、うん、痛みがあるうちは筋トレだけにした方がいい。あ、一応ね、走りメインにしようかなと思って。いや、それがね、体重は重くなってるの。体見る？脱いでみようか。体重は重くなってるんだけど、体が変わってきてるから。元々の俺のブヨブヨの体知ってる人はちょっと変わってきたよ。体脱いでみようか。みんなでボディチェックする？今日の和道の体ボディチェック入る？脱いでみようか。ブヨンって言わないで、飲んじゃん。じゃあ今日の和道のボディチェック、ボディチェックします。よいしょ。僕の体は今こんな感じです。体重は重くなったけど、だんだん胸筋が見えてきたでしょ。あとね、脇が締まんなくなってきたね。ここが浮くようになってきた。どう？変わった？ちょっと痩せたでしょ。おっぱい大きくなった。おっぱいが四角くなったよね。ちょっと垂れてたのが今こんな感じ。まだ腹筋割れてない。痛いな。こんな感じですね。だいぶ痩せたんじゃない？ちょっといい体になったね、画面で見るとね。なんで笑った今。何今ファーッつったでしょ。のんちゃんファーッつったでしょ今。ちょっといい体になってるじゃん。なんでファーッつったの、のんちゃん。いい体になってるよね。なんでファーって言ったの。え、乳首がなんとかとかって言うの。え、何コメント。乳首でかい。結構痩せたでしょ。痩せたっていうか、ムチッとしてきたよね、デブから。なんかレスラーみたいな体型になってきた。ファーって言われた、のんちゃんに。ファーって言われた。ちょっと引き締まったね、うん、まあ俺にしてはだいぶ引き締まってきたね、うん、わずかに、うんうん、ね、体できてないじゃんって。すげえ叩かれてるわ。すげえ叩かれてるわ。頑張ってんだけどね、うん、ボヨンボヨンだったからね。ボヨンボヨン、うん、ね、私の彼氏が元、キックボクシングチャンピオンなんですけど、腕が私の桃ぐらい。すげえ、まあ、チャンピオンだもんね。すげえな。もう超腕太いよね。相手はどれくらい、直樹兄さんっていう人で、ノーデータだね。どれくらい強いのか全く分かんない。ノーデータ。減量が必要ないね。減量はむしろ向こうの体重に合わせてるから、70キロから80キロの感覚でいたら OK って言われてる。便所さんには80キロオーバーしないでって。でも俺の体重だと80キロ超えることないから、うん、だから向こうの体重に合わせてる。若干不利なんだよ。向こうの方が体格いいから。ただボクシングルールで10キロの幅ってすごいルールだよね。
大変だね、かいくぐっていかないとね。かいくぐってかいくぐってジャブかわしてかわしてかわして、タバコ1箱ぐらいかな。あー2キロか、重たいな。2キロはできて1キロぐらいかな。2キロは強くなりますね、手首。2キロは重い。いや今ねジムにあるのは 0.5 と1キロなんですよ。で僕1キロの方でシャドウやってんすけど、2キロは強くなるな。確かに2キロはちょっと今の僕のリストだと持たないっすね、うん。いや俺はねそのリーチを生かした戦い方じゃなくて、どちらかっていうと正面向くタイプだから、リーチ差は不利なんだよ。相手が何やってるかもノーデータだからわからないんすよ、うん。相手がどれくらい強いかもデータがないのね。どうなんだろうね。直樹兄さんのこと知ってる人がいないんだよ、リスナーさんに。速さっすね、速さとコンビネーションっすね、うん。今何級なんだろう、俺が今75キロだから。でもね、あのドレさんから指示受けてんのは絞っていいって言われてるね。むしろスピード上がるから、そのベストな体重でいこうっていう、その体重上げよう下げようとか考えないで、体幹が一番いいっていうか、その体が一番乗る体重探そうって教わってる、うん。直樹兄さんはツイキャスかな、ツイキャス今75キロ、うん、増やしてたのね、75ですね今、体重増やしてます、うん。そうそう、タラちゃんのモノマネする人ね、スーパーミドルか、身長170、ガタイはいいの？直樹兄さん身長170ね。俺はやべえな、2時間経過して花火一発かよ、死ねるぜ、やべえな、ほんと焦るぜ。やっぱり成田に帰ってきたね、昨日津田沼まで行ったのにな、津田沼のキャバ嬢クラスに稼いでたのに、また成田に戻ってきたよ。成田のカラオケ会館のアルバイト以下の収入。僕は170しかないっすよ。身長低いよ。身長、チビだよ、チビ。フェザーが62キロ。フェザー級。いや、絞ろうと思ったら絞れますよ、それくらい。だから、今回は圧倒的に体は不利だね。体格差で言ったら。福井県に誰がいるの？直樹兄さん操作系なんだ。フェザーそんな軽いんだ。57キロなんだフェザー級って。ベトナム人以下。成田からついにベトナム人。ひどいな。スイスって最低時給2000円とかなんだよね、確か。フェザーってそんな軽いんだ、すげえな。親父が何級で戦ってたって言ってたかな、親父バンタムって言ってたっけな。バンタム級ってどれくらいだ、親父と身長変わんないの。親父が確かバンタム級だったと思うんだよ。バンタム級、バンタム級ってどれくらいだろう。あ、バンタム級じゃないよ、52キロだもんね。絶対違うわ、こんなに落ちさないよ。何級なんだろう、ウェルター、ウェルター、ウェルターか、親父ウェルター級か。63キロから66キロだ、多分ね親父はウェルターでやってたはずの、うん、ウェルターだ、多分ウェルターだと思う。53キロまで落ちてないもん。あーやっぱ減量すげえな、183で70キロのミドル級か、すげえな、日本人で70キロ、すげえな、超得体ですね、体恵まれてる体型ですね、日本人にしては抜群に恵まれてる体型だ。
風俗王がトツ、あ、OK ですよ、トツ OK です。僕の LINE、ふわっちのプロフィール欄にURL 書いてあるんで、そっから LINE 申請してください。いやいやいや、男の人でね、その183あって93キロは太ってるって言わないですよ。腕が丸太みたいになってるから。ちょっとムチムチしたプロレスラーみたいな体型になってるんでしょ。いや、超いい体ですよ、うん。あ、物価も高いんだスイスは。胸がたるみたいなんだ。そう、女性にとってのいい体っていうのはボクサーみたいなシュッとした体なんだよね。痩せマッチョっていうの、細マッチョが好きなんだよね。テルチャンピンみたいな体が好きなんだよ。テルとかね、なんだろう、女の人ってマッチョ嫌いなんだよね、うん、腹か。まあしょうがないよそれは。やっぱりね、彼氏にはいい体しててもらいたい。チャンピンの体素敵だよね。多分女性には好かれる体だよね。だ、女性みんな言うもん、テルの体好きって。細いのが好きなんだよ、少女漫画みたいな。少女漫画みたいな体が好きな。ゴリゴリのマッチョは男が好きなの。ドレさんみたいな体だから男用なんだよね男用そう、マッチョマッチョメーンあんなの女の子、女の人引くでしょあの体。もう本当に胸板厚いかんね。あ、まあクモン竜とかね、はいはいはい、クモン竜は腕太いよ。テルより腕太い、逆算だよね。クモン竜はね、機械体操の体だよねあれ。もう鉄棒とか逆立ちとか回転系ができるっていう、あれはもう得体だよ。あれはモテるっしょ。あー、それはね、イラッとするよね。ドレさんの体は男がもうラオウだよ。俺最初会った時のドレさんの体の印象ケンシロウだったの。だけど捨て頃の時仕上げた時の体ラオウだったかんね。またでかくなってるよみたいな。あれナチュラルで作ってるのはすごいよな。54でナチュラルであれ作ってんのすごくない？ステロイド使ってないってよ。バカだよな本当に。何年筋トレしたらあんな体になるんだよな。アホでしょあれね。え、食事とかもね、いやすごい気使ってるよ。一緒に食事するとやっぱ食わないもんね。あと食ったとしても鶏肉とかそのタンパク質多いみたいな、そんなんばっか食ってるよ、うん、いけるよな。ドレさんはもうアホだよあれ。いやーだろうね、うん、もうなんだかわかんないけど、とにかくがむしゃらに鍛えてるんでしょ。すごいよね。まあストイックじゃないとできないよね、あの体を作るのは。俺みたいにだらしない人間はできないよ。日本人でしかもなんか体作るの向いてないんでしょう確か。ボディービルとか不利なんだよねすごく。でも意外なのがね、そのボクシングね、腕は太くならないんだよね。こんだけトレーニングしてんのに前回とは違くて、筋トレやってないのほぼ。腕細くなってるでしょ前回より。腕細いでしょ俺。だからね、筋力じゃないんだよね。それよりもね、背中の筋肉はでかくなってる。肩とか腕の筋肉じゃないんだっていう、 この辺が太くなってきたね。背中、そうそうそう。あとこのここ裏側が痛い、ここ、うん、この辺。うん、この辺がすごい張ってるね。この辺がめちゃめちゃ痛いよ。
今の彼氏も恰幅良くてかっこいいけど、チャンピオンになった時に体に戻れたら惚れ直す。いやストレッチもやってますよ。体硬いんで。顔と腹以外好み。ほぼ全否定じゃん。ほぼ全否定じゃん。全否定。はい、どうも、ワドツ。ボディービル大変っすね。減量一番きついやつじゃないですか。顔と腹取ったら何が残るんだよな。もちゃもちゃな。毛だけ残るんでしょ。もも筋が？ああ、何？ 137 号さんがももの筋肉果たしてんの、水泳選手かっこいいよね。ナチュラルで柔らかい筋肉だから。皮一枚。あれ、よく言うのが、これが体脂肪率、その 3% の世界だって言いますよね。お腹のに、手のここが、その体脂肪率 3% の世界らしいの。この皮だけの世界。だからこれを作れるかどうか。お腹とかその全身、指は太らないんですよ。手は ここの皮、この状態を作るっていう、そう、皮一枚にするって、手のね、この甲の部分って太らないようにできてるのね。だから ここの脂肪ってないじゃん。これを作るんだって、教わった。ボクサーの減量とかもそうだから。ダイエット以外で初めての減量。あ、初めての大会ってことっすか。いいじゃないですか。何事もトライアンドエラーですよ。トライアンドエラー、トライアンドエラー。売名させてください。いいですよ。おとつかけてきてください。僕の、プロフィールページに LINE が、掲載されてるので、おとつかけてきてください。性行為は無理しててもアクロバットにした方がいい。いや、俺そんな女とセックスしたくないんだけど。アクロバットのセックス嫌だな。野生的。俺そんなの嫌だわ。駅弁とか逆駅弁なんてあんの？女の人が男持ち上げんの。テーブルの上とかか、タッチバックとか、AV みたいだね。なんかトツかかってくるって言ってたけど、かかってこないね。何だったんだろう。トツかかってくるって言ったけど申請が来ないな。スルーしちゃっていいのかな。そうだね、キツネだとなんかコメント書きやすいってみんなに言われる。楽だって、気楽だ。特に和道の枠は楽だわ、みんな言うね。まあ、なんだろうね、
スポーツ的なね、体鍛えてる人は野生的なセックスが好きなんじゃない、やっぱり。俺は官能的なセックスが好きなんだよね。こんなこと言いづらい、そりゃそうでしょ、うん、こんなね、100何人見てる場で書くことじゃないからね。匿名枠ならではの赤裸々なコメントだよね。AV に出たいと思ったことはないね。ないですね。監督はやりたいと思ってたけど、出演はしたいと思ったことはないね。寝れないの？うん。ここで休んでおいき。トツ全然構わないですよ、僕は。ただかかってこないんですよ。なんかトツがどうのこうのって。トツがかかってこないですね。僕は全然構わないですよ、トツ。全然いいですよ。ただかかってこない凸には出ることができないんで、うん、僕は全然凸全然構いませんよ。ワドさん、私そういえばキャバクラ辞めたんです。へえー、今何やってんの？キャバクラ辞めたんだ。へえー、あ、アナルセックス気持ちよくなかっただって入れる場所じゃないもんアナルは出す場所だもん気持ちよくないでしょ。あれは出る用の穴だから入れる用じゃなくて出す用だから LINE しかないですね、僕は。はい、ワドにしてきた。おかえり。何回目？花火投げて。もう本当にね、2時間話して花火1個じゃ生活できないよ、うん、今は昼間の仕事を探してます。あと検定取るの。ああ、頑張ってね。うん、頑張って頑張って。夜のね、商売なかなか長くできるもんでもないしね。つけて今日は1回目か。どうだった？ワドニーは素敵だった。感想を書いてってね。どうだった？何点だった？お会いした時は荒れてたので、あの時はすいません。いつだっけ？どのタイミングで会ったんだっけな、うん、今日のワドニーは少し荒々しかった。65点。キャスバーか、うん、あの時酔っ払ってた。65点か、低いな。それワドニー失敗でしょ、それ。それ失敗ワドニーだね。それダメだよ。おかえり、59号さん。あ、声好き、ありがとう。失敗だね、失敗だね。
ステッカーとかどうすか。ステッカーが今販売していて、例えばまあこの布製ステッカーは1000円で売ってます。で限定品のねこっちは160枚ぐらい残り160枚ぐらい、ステゴロ2のステッカーが500円、これは500円でこっちはあの1枚1000円、うん、これがあるのでもしよかったら連絡ください。ステッカーよろしくお願いします。これはね布製のステッカーだね、うん、布製のステッカー。ドレさんから DM しつこいの、なんどんな内容の DM が来るの内容が分かんないと、どんな内容で来んの。振り込むのがめんどくさい。そっか、うん、ねえゆかちすごいよね、マンスリートップ常連だもんね言ったらバレそうでやだあそう、うん、じゃあしょうがないね。なら DM しつこいって言われても DM の内容わかんないってさ。ステッカー郵送、あの LINE とか DM 連絡もらったら俺がそうここに振り込んでくださいと、あのどれこういう3枚ありますけどどれがいいですかって聞いて、でまあサイン書いてくれとかなんだかんだとか打ち合わせして、で郵送する、振り込み確認できたら郵送するっていう、大体1日ぐらいで送るね俺は。はじめまして。もしもし、はじめまして。和道です。どうも現代人です。あ、風俗王さんじゃないですか。あの称号ですね。称号、はい、風俗王は、はい、あそうなんです。現代人さんとお呼びすればいいですか。いえ、風俗王と今呼んでいただければ。風俗王さんでよろしいですか。はい、あ、わかりました。風俗王さんよろしくお願いします。はい、お願いします。ちょうど字幕で教えてほしいということでリスナーと話してて、はい、で、はい、どうしてもこの王と王でないものの違いをこうリスナーと話をしてて、なかなか相入れないところがあって、あしてるときに、ちょうど和道さんの名前が出てきて、はいはいはい、なんかどうも風俗王に喧嘩を売ってると。でも正直事実確認取れてないんで、はい、ちょっと話をちょっと聞かせてもらおうかなと思って、まず言ってはないんですか、どうですか。風俗王を、はい、風俗王を、風俗王を、はいはい、何ですか。貶めるような発言とか、ごめんなさい、そんなこと、風俗王さんですよね。そうですね、どなたかわからないです、ごめんなさい。はい、知らない方を誹謗中傷することはできないので、僕にとっては風俗王さん、はい、今初めてお電話した方なんですね、はい、だから僕ははい、もう失礼なんですけどちょっと存じ上げなかったのでごめんなさい。何も、風俗王さんに関しては発言は何も一切していないです。はい、なるほど、はい、ありがとうございます。自分も一応なんでかなって思ってちょっと、まあ、不思議には思っておったんで、はい、もしよかったらどうしたら王であることを分からせれますかね。誰に対して、こいつらリスナーですね。あ、リスナーさんに、はい、風俗王さんが王であることを証明したいと。そうです、どうしてももう途中からもう、はい、和道という和道さんの名前がやたらはあって、もう話にならへんなったんで。なるほど。ですね、ごめんなさい、はい、風俗王さんのこといろいろと知りたいんですけど、ふわっちですか、ツイキャスですか、それともニコ生ですか、どこで配信をされてるんですか。ふわっちです。ふわっち、なるほど、はい、ちょっとなんてお名前で、
配信はされてる、風俗王で配信をされてらっしゃるんですか。固定班は現代人です。現代人さん、現代人さんで今放送中なんですね、はい、ちょっと見てみますね、はい、あ、いつから王なんですか、風俗王さんは。ちなみになんですけど、21ですね。21歳の頃から、今現在何歳なんでしょうか。今28です。あ、ということは28、7年間も王であるということで。そうですね。ああ、すごい、すごい。はあ、7年間も。はい。21歳の時、どういった感じで王であることに気がつかれたんですか。いや、もう、あ、俺王やなっていう、悟りですね。はあ。それはもう全世界の王ということで。現代人さん、ちょっと見当たらないんですけど、何人ぐらいの閲覧で、今、いらっしゃいますか。今ですか。今、はい、先ちょっと途中、かけてから切り直し、今6ですね。今6、はい。6ですね、間違えました。0です。あ、0? 今0ですね。ちょっと切り直したんで。あ、わかりました。ちょっとじゃあ一番下探すので待っていてください。なるほど。はい、21歳の頃に、王様であるということに、まあ、お気づきになられて、今現在28歳であられるということですね。そうですね。はあ、なるほど。すごいですね。いえいえ。どこだろう、なんでだろう、ちょっと現代人さんで出てこないんですよね。カタカナで現代人ですね。カタカナで現代人、ふわっちですよね。ふわっちです。どこだろう、出てこないな。なんで出てこないんだろう。なんかおすすめ規制とかされてますか。いや、身に覚えないんですが、カタカナで一応現代人ですね。出てこないですね、現代人さんが。ちょっと放送ごめんなさい、ちょっとなぜか見ることができないですね。はい、はい、これ、うん、トップページのおすすめに載ってないんですよ、現代人さんが。今でもおすすめ多分全部載ってないんじゃないですか。多分そのある程度の人数がいないともう多すぎて、配信者が。いや、5人でも載ってる人がいるんで。はあ、これ。まあまあまあ、今8人ですね。今8人、8人。はい。上の方かな。今8人。はあ、はあはあ、現代人、現代人さん。どこだろう、いないな。誰か URL、 あったあった、 URL ちょっといただいたんで、そちらで拝見させていただきますね。はいはい、なるほど。いや、まあまあいいんじゃないですか、その王である自覚があるということで。そうですね。はい、もう確固たるものがきちっとありますんで。はい、頑張ってください。はいはいはい、はい、じゃあ一応、まあ、今回そのちょっと向こうのなんかがあるんかなと思って、一応因果関係だけ確認させてもらってないってことなんで。わかりました、すいません。はいはい、ちょっとこっちはこっちで配信ちゃんとやらなあかんので。あ、わかりました。はい、はい、すいませんけど失礼しました。はいはい、失礼します。はい、失礼します。はい、はあ、なるほど。なるほど。はいはい、みんな、ただいま。まあ、いろんな人がいるよね。いろんな人がいるね。いや、リスナーさんだろうが、配信者さんだろうがさ、全然。あの、俺は凸受けてるから、いろんな人がいるから、いろんな人がいるからさ、それが配信だから。いろんな人がいるんだよ、世の中には。電気消してもいい？電気消していいよ。ありがとう、風船ありがとう。やべえな、ちょっと今日花火一発だぜ。どうしたよ、みんな調子悪いん？どうした、給料日あと？ちょっと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 、ベトナム人だよこれじゃ。
ベトナム、ちょっと成田のカラオケ屋さんぐらい稼がせてよ。頼むよ、花火師さん寝てんの今日。どうしたの今日の花火師さん。あ、のんちゃん、のんちゃん、俺の彼女。参ったな今日は。ベトナムにまで来ちゃったよね。参ったな今日は。おめでとう、120万すげえじゃん。すごいね。のんちゃん今寝るって、もう電気消すって。左手取れちゃったんだよね昨日。ボクシングハートパンチャーすぎてポロって左手取れちゃったんだよね。今くっつけてるところ。捻挫かな。今日は調子悪いな。うん、あーね、頑張ります。のんちゃん寝るって。もう今ここくっつけてる。あ、サイコガンはね捨て頃ルールで、やっぱ武器なしがルールなんで。そう、本当はね捨て頃なかったらサイコガンつけようと思ってたんだけど、武器なしなんですよ。寄り目愛は不正。寄り目愛はこれ天然だから、これ俺の特殊能力だから。寄り目愛はこれは大丈夫、これは大丈夫なやつ。寄り目愛は大丈夫です、これは不正じゃないから。広瀬涼子激似だからね、激似。荒野は閲覧60、ピンの放送だと閲覧はないイメージだけどな。荒野はもともとピン放送で閲覧なくない、もともと。寄り目愛はね、あの近いものをすごい見ることができるから、遠くのものはぼやけるけど近いものはすっげー見えることができる、うん、地獄に旅だと。あ、広瀬涼子です、どうも。広瀬涼子、ずっと前から彼のこと寄り目デイ、寄り目ディスン、ドーピング。そう、近ければ近いほど見えるからね。だからインファイトしかないんですよ僕には。インファイトしかない、うん、インファイター特化型だから。アウトボクシングはもうぼやけて見えないんですよ、うん、ぼやけちゃって。激似だった。ADSL 流行らせたからね。Yahoo BB 契約数半端じゃなかったから2キリできて痛いんだよね。そうなんだよ、テルにはね負けちゃったんだよね。
まあ今回はいい勝負になるんじゃないのかな。どうなんだろう。前評判が気になるよね。前評判は和道が勝つのか直樹兄さん勝つのか、どっち評判なのか知りたいよね。みんなはどっちが勝つと予想してんの。どっちが勝ちそうだい今回は。今回は和道でしょう。今回は前評判俺の方じゃないの。分かんない。寄り目がどうなのかは寄り目専門家ではないから、寄り目研究家でもないし。決め技はオーバーハンドブローかな。うん、左にかぶせるオーバーハンドブローじゃないかな。か、自分から仕掛けるコンビネーション、左フックからの展開とオーバーハンドブロー、うん、判定勝ち。こうやまあね、金梅さんに可愛がられてるっていうの、光くんに可愛がられてる、新やつに可愛がられてるっていうことでね、すごい可愛がられ方されしてるかな。まあフォロワー数はえぐいよね。俺はほらピンでやってきたあれだから、どうしても負けちゃうんだよね荒野に広瀬理央子、うん、インファイターじゃん。インファイターね。インファイター。インファイト、インファイト。左目だけ左読める。それができないから寄り目なんじゃないの。え、どういうこと。右を見ながら左、離れた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 。どう、右を見ながら左目を寄せていく。どう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 、離れてる離れてる。難しいな。あー目がチカチカする。離れてた今。どうだった今、どうだった、うまくいった。右を見ながら、右を見ながら左目だけ左、離れてる離れてる。難しいなこれ、難しい。どうだった、離れてた離れてた。どうだった、本当にどうだった、離れてた。どうだった、ダメだった。どうだった、運が遠ざかってった。できてた、できてた。寄り目じゃなくなってた。右を見ながら左目を右を見ながら左目を、どうやってやんだ。あ、むずいむずい。むずいな、できてた。なんで笑うの、できてた。え、何？キョロキョロってならないけど。キ
キョロキョロってなってた。左を見ながら、左を見ながら右目を、右目を右に寄せるよ。寄せてるよ。寄せてる。ああ、寄せてる。寄ってる。離れた。え、どうやってやんだ。左を見ながら右を、どう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 、離れてってる。離れてった。離れたでしょ。今離れてる。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 来てる来てる。今右目を捨てるよ。離れた離れた。どうどうどう、いけてる、いけてる。今今、うん、どうだった、どうだった。ダメ、失敗かな。いけてた。いけてた。眉毛が離れた。成功した？治った目、寄り目。ファーってやめて。ファーってやまないで。うん、努力は認める。ハムスターみたいってよく言われる。よく言われる。ここでしょ？ほっぺでしょ？ほっぺたがシシドジョウみたいだからね。キツネでもブロックできるよ。だからブロック今禁止してんの、俺の中で。でもしコメント欄気になる人はおのおのでブロックして、もうブロックしてもキリないからやめたの。わお、メガホン100個ありがとう、ありがとう、メガホンありがとう。そう、100個も集めるの大変だったでしょう、ありがとうね。うん、ありがとう。大変なのにね、俺に投げてくれてありがとう。お風呂入ろうかな。なんか時間帯が悪いのか全然稼げねえや。一回お風呂入って休憩しようかな。このまま続けてもなんかもったいない気がする。つらい。ハムスター顔かな。さっぱりしてこようかな一回ね。ちょっと流れ変えるために、ちょっとじゃあ一回風呂入ってくるわ俺、うん、でまた風呂上がったら枠開いて朝までやろうか。じゃあみんなお疲れ様、ありがとうございました。応援してくれる人はふわっち YouTube Twitter フォローしてください。お風呂入ってきます。お疲れ様です。お疲れ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。